トランプ大統領は新型コロナウイルスの2回目の検査を受けた必要性については言及せず好奇心から検査を受けたと述べました。 およそ15分で結果がわかる検査キットの性能をアピールしましたトランプ大統領は先月夕食などを共にしたブラジル政府報道官の感染が判明したため1回目の検査を受け陰性でした